ここはマーティンにダブルでいく、振って川端スリーポイントシュート。まあ今の守り方はシュは成功していると思いますね。ホームスマッチですね。さあ狩野雄介スリーポイントシュート決めた。しっかり決めていきました。手になればもうガードの選手です、ね。はい。さあ野本大地やり返った。そう決めた。ジャンプシュート決めていきました。あのシンプルでいいんじゃないかなと思いますね。うん、ここは橋本のところ、ショットクロックないところ、外から打ってくる西田。いやもうこの前半でという形になりそうですね。連続7ポイントじゃないですか。はい、ここはマーティンからテネスキング、まあ、選手使ってますよね、はい、あここはタンノバ誘った、スティールしてからそのまま最後はマーティン、ワンハンドダンクでいきました。ここ西田選手からカットをして、そしてこう最後こう大きなプレーでルビン・マーティン、これもスティールだ。さあそして2対1の状況、そのままいった、うん、とそのままマーティンがいきました。そしてここで三河がタイムアウト。グラミンガーとはインドネシア代表経験も持っています。そうですね、このマッチアップですね、はい、マーティン行く、いやー完全にタイトに疲れていたんですが、長野選手がスプリンに対して下アンダーに行ったので、うん、はい、まあ、思い切ってスリーポイントを打っていきましたね、はい、内側はここですよね、まあ、ガードの選手ももうヘルポジションに行ってますね、カリのディープスリー決める。小さくあのプレーは行くんだというふうなところがチームで共通してできてますよね、はい、中に入れた西田、負けずに三河もスコアをしていけています。西田、中村太一決める。これで同点、追いつきました三河。中村回転してのシュート決めた。これもタフショットですがよく決めた。ファール数、両チームの考え方というのはどこになりますか。まあ、シュのファールもですね、4つになりましたので、はい、かなりこうガードの選手が有利な状況かなと思ったんですけれどもね。マーティン、ミドルシュート、リバウンド、ドブラス。残り4秒、選手はこのミドルシュートでしたのでね。ただ落としてリーガーが取った。そしてそのまま試合終了。滋賀大勝アリーナでの記念すべき最初の試合。